プレイヤーはエンゲージとなって 5×5 のマスの中の自分の小屋の周りに素敵な花を咲かせてたくさんポイントをゲットしたら勝ち。ルールは簡単。場の裏向きになっているカードを1枚引き、自分の手札1枚とどちらかを選んで1枚場に出す。自分の小屋のタイプは2種類あり、縦列横列が得点になるタイプと自分の周りが得点になる2種類のタイプが選べる。そして得点になる花とマイナス点になってしまう虫がいるので、自分の小屋の周りに虫が寄らないようにうまい具合に配置していきますよというゲーム。ただし中には特殊なカードが何枚かあり、花の点数を2倍にしてくれる8、虫の効果を2倍にしてしまう蝶、花の点数を全てゼロにしてしまうハサミ、虫の点数をゼロにしてくれる鳥、そして小屋の範囲を制限する、あるいは特殊なカードの範囲を制限してしまう噴水などの特殊なカードがあるので、それをうまい具合に自分の得点が高くなるように配置しつつ、相手の小屋をうまい具合に得点を減らすように配置しつつ、花いっぱいの庭を作り上げていくグリーンフィンガー、やっていこう。絵柄相当綺麗な、色味がさ、そうだね、すごい綺麗だよね。あえて言うことがあるとすると、なぜこの顔ぶれ出してるの？え、庭師っぽくなんか鼻すごい似合わなさそうな顔ぶれだけど大丈夫。何言ってんの？お前ガーデニングなめんなよ力仕事なめんなよ。いや、そうなんだけどさ、リスはなんかほら、あのなんかヨッシーに出てくるあのフラワーさんみたいな顔してるじゃねえか。わかんねえ。わかるけど、すごい褒められてる気がしないやつだよ。ヨッシーのあれって。ヨッシーのあれ。では、最初にまず1枚、真ん中のカードを表にして、自分の小屋、手札1枚持った状態でスタート。じゃあ、ちょっと、僕がこの大地に花を咲かせていこう。何その神様気分。いやでもなんかほらガーデニングはなんかこう、なんかこう自分がなんかこの世界の神様みたいなところあるじゃん。あ、この小さな植木鉢の中の神様。そうそうやつでおごり高ぶっちゃう。いやそこがもう人間がなすところのもう悪徳だと思いますけれども、ね、悪徳でいいんそんな大きな話。でもね、俺どうしようこれ。これをプレイヤーはカードを1枚引いた後、自分が置きたいカードを場に1個セットします。ただし表向きになっているカードの場所には置くことができなく、空いているところにしか置くことができません。ただし今やったように空いているところに裏向きのカードを置いて自分の置きたいところにカードを置くことができる。そこ、うん、なんでファン水そこに置いちゃう。ファン水、ファン水、ファン水をそこに置くのか。よし、いくぜ。ねえ、どうしたもんかな。花で色と色ってこう3点。え、そこに3点置くの。はい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 。じゃあ、マネジちょっとここ引くわ。ああ。で、マネジこうします。置いちゃうね。置いちゃう。いきなり置いちゃうね。じゃあリスはここをめくって。そうだな、一番端っこに5点を。の花をいけるよ。隅っこをきれいにね。まあね。なるほどね。隅になんかそういうのとなんか金持ってるっぽい。なんか綺麗物を言いながら。金持ってる。もうちょっともうちょっとなんかなんかとね、期待した。みやびさがありますね。なるほど。じゃあ俺はここのね隅に八を置く。へえ。はいはいはい。置いちゃう、鉢置いちゃう。これあれでしょ、さっき言ってた花が2倍になるってやつでしょ。そうそう、うん、ってなるともう俺はここにマイハウスを建てるすごい、もうマネジとあのアミ君のハウスが隣じゃん。いやでもアミ君は建て横だから、うん、あの8枚全部あるんだけど、うん、俺はアミ君にここ置かれちゃうと 1,2,3,4,5,6,7 で得点が入っても1個少ないってことになるんだよね。あ、なるほど、ね、じゃあみんなここに建てようぜ。大名人ん家の庭荒らさないでくれ。こうだから4人が全員同じところにハウス建ててみんなの共同庭みたいになっちゃう。集合住宅漫才。
あじゃあまあ順当にね、単純に美しい花をね植えていきましょう。はいはい、はい、季節感無視え、カードの絵柄の話でしょ、俺の問題なの俺の問題なのそこはさ、なんかその枯山水的なその自分が配置することの楽しさも、なるほどね、あるね、あるあるある、庭師だもんね、ちゃんと 庭全体のバランスを考えてね俺なんでこんな責められてるおかしくない多分バランス考えるなら、ここには虫がそろそろ出てくるんじゃないかな、はい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 、バランス悪くね虫なるほど、虫、虫ってね、虫、虫っていきましょう。おおー、そうかじゃあこれは、蜂の巣の後ろになんでそんな危険を自ら危険な立地に立っていくの。もう、こう蜂蜜の巣、蜂の巣をもう俺の手中に収めて蜂蜜を取ろうかな。プーなの蜂蜜を食べたいな。まあ、養蜂もやるってことかな。そうそうそう、養蜂もやってくおーし、じゃあマッツンちょっと協力してこうぜ。おお、いやそれ裏切りフラグだよそれ。協力してこうぜって。おお、どん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 。お、阿部くん。あれ、俺これ何の意味もなくね。阿部くん何の得もない。俺なんでやった？え？あ、じゃあ俺はちょっと俺も阿部くんに協力するよ、そして。そうだよな。うん、そうだね。そういうゲームにしようか。そういうゲームにしよう。よし、じゃあマネージはここに、腸、虫のマイナス点が2倍になる腸を何このここに打つ意味怖いな怖いわ。どういうことなの。あ、意味ねえな。なんで俺自分の効果が及びそうなところに打った。腸ここを置くと怖いよ。そうだね。何してんだ。大丈夫。うん、大丈夫。じゃあリスはここを取って、リスもマッツンと一緒に生きていきたい。やめろおやめろ。なんだろう、花がいっぱい咲いてるから花に引き寄せられてね。あ、なるほどね。住み始めた。あ、俺縦じゃなくて横で使えばよかったんだ。遅くね。そうだよ、遅っ。だいぶあって、なんかさ、絵柄がさこっち向いててさ、あれだからさ、なんか真正面だけかなって思い込んだよね今。そういう思い込みでさ、そう、しかもこれそもそも言えば逆向きだし思った。そこ大事、大事、大事、大事。じゃあ大事なことに気づいたところで、お、何、リバースカード、リバースカード、リバースカード、オープンだよそれ。あ、そうだね。じゃあ俺はね、じゃあ俺はここに噴水の周りに、やっちゃう。え、何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 、協力しようって言ったところからかよ。大丈夫、ちゃんと協力するカードはあるから、ちゃんと、ちゃんと協力するから。はいはい、つい嫌な予感しかしないんだよな。よし、マネージ協力してこうぜだからさっき俺一番最初にそれ裏切りフラグだよねって言ったよ。大丈夫、大丈夫。俺はもう誠心誠意真面目にやるから。おお、いや、ハサミ怖えなハサミ全部ゼロ点だ。ハサミゼロでしょ。引いてこう、ハサミ。なんで綺麗なハサミが切ろうとするかね。庭師の役だ。あ、オッケー、アミ君協力しよう。お、大丈夫だ。よいよ、よいよ、これは大丈夫。いやいや、なんでかって、お、いや、まだあるのか。ここに、お、青の4の花を置けば、これはもう横はもうどうしようもないから。そうね、うん、もう埋めようがねえよな、うん、縦のハサミだけ嫌だね。アミ君すごくね。そう、すごい綺麗。アミ君すごい綺麗っていい表現。アミ君すごいザビュー。ザビュー。アミ君がおしゃれな感じに。じゃあディースは、ま、花はね、自分の家の近くにはまず植えないと。
ね、まだ愛してない。ちゃんと自分の家には。なんで今みんなで疑ったのよ。どんな意味が。どんな意味が。こんな疑心暗鬼になるゲームこれ。みんなで綺麗な花壇作ろう。そう、みんなで綺麗な花壇をね作っていこうよっていうことでね、俺は。いやいや、確かに綺麗な花だよ。だけど、やっぱこんくらい合成じゃないとさ。おー、まあまあまあ、隣だったらね。そうそうそう。こんななんか、成金主義みたいな。このくらい綺麗な花じゃない。そんなゲーム、ほんとに。5×5 のマスの中に物語詰め込みすぎるから。いや、言うてますけどもね。やっぱね。いや、どうしても。おるところにはおるもんで、そういうのはあかんなというところでですね、このあたりにこの虫さんがわあ、ワンさんいるわけですね。阿部くん、それ鳥が食べちゃうよ。おるおる。餌が来たよ。餌が来たよ。2倍に増えてもなおゼロか。ゼロ。はあ、でも自然にはいいよね。鳥がいつものためを思ってね。うん、知ってた。知ってた。うん、そう、知ってた。ああ、そうか、マッツン防御硬いな。だって家隣あるからね。うん、防御硬い。黄色マッツンでしょ。そうだよ。防御硬いとかそういうのじゃない。俺自分で言ってておかしいなって思うんだけど、ここにさ虫が来てもさ、鳥がさ、なんかこういう状態で周回してるんでしょ。そうそうそう。これダメだ。じゃあもうディスなんもま、どっちにおいてもね、アミ君とねディスにね同時にね、それ自分もじゃん。あハサミがどこに来るかだな。ハサミこんなに考えるゲーム？え、じゃあそういうゲーム、じゃあやっぱね、青い花。おお、あ、いいね。青まみれ。青まみれだよ。虫もいるけど。青まみれ。青まみれ。え？青色がバラなところがまた雅いいね。そうなんだ、ね、青いバラってやっぱりなんだろう、幻想的だよね。ああ、確かに。じゃあそんなね、青いバラをね、もっと増やしていこう。おお、よか、美しい花園。うわぁ、そこみんな得じゃん、俺以外。待って、マッツンだって一人でだって防衛戦やってんの。だって自分違うゲームありそうなことしちゃう。そんなことないよ。なんでちょっとこう負け、押され負け気味。じゃあね、まあ、綺麗な花を咲かせましょう。それ自分の利益ばっかり。そんなことないもん、別に。おお、なるほど。あ、じゃあちょっとそのハサミ置かれる前に。怖いよね。怖いね。ハサミ、ハサミまだ出てきてないところがさ、誰にも効果が及ばないのか。攻撃して差し上げようと思ったのに。しちゃった。だってどっちにもどうしたってさ、もうないない、もうこんなもんしょこしょ、もうないんだもん。ここは別になんか問題ないカードを置くべきだよ。問題ないカードプラス4だよ。まあ綺麗綺麗。じゃあディスが最後に、あれハサミどこ行ったの。なんか持ってんじゃない。抱え込んだか。まあじゃあ最後もね、綺麗な青いバラを生けて、でこれでゲーム終了と。で自分の効果が及ぶところの得点を計算して、さて何点という形で、マッツンは26点、アミ君も26点、マネジ16点、ディス25点ということなので、今回の勝利者はマッツン、アミ君。いや、綺麗な協力勝利です。そうだよ、うん、もうほんとそう思う。ほんとそうだよ。あんたたちはね、花の得点で勝ったかもしれないけどね、もうあんたたちの心が真っ黒だってのはね、私は知ってるんだよ。なんで、ほぼそう。よっぽど16点の私の方がよっぽど綺麗な庭を作ってるじゃないの。いやね、もうそうやってもねえ、キーこれ、あ
れだったわ、あの私の家の庭を世界で一番の庭に仕上げてください、依頼だったわ。俺んちじゃなかった。違うの？嘘嘘嘘嘘、俺は本当に雇用者だ、非雇用者だ。全然話変わってくるじゃん。全然話変わるよこれ。そうだね、俺たちはいい仕事をしましたよ、よくやった。ああ、なるほどね。よくやった。でかした。はいはいはい。俺、お賃金ちゃんともらえんの？まあ、もらえるんじゃない？まあ、心は綺麗なんじゃない？うん。まあ、虫は湧いてるけど、周りには花いっぱい咲いてる。お賃金もらえば。虫はここにも湧いてるんだよ。いや、だって、俺の飼ってるモズが食べてる。モズなんだよ。そう、全部、木。早逃げしちゃうんですよ。そう、早逃げ。こんな庭なの。やべえじゃねえかよ。いいのかそれで。この人のこの人。大丈夫大丈夫。ちゃんとそこも芸術点として換算してくれる人だから。今日の早逃げは2匹か。こいつやべえよ。大丈夫か。強いのやばいな。もう一回言わして。5×5 の中にすごいの。しかも蜂の巣あるんだぜ。だから後ろに蜂の巣を見て、おお今日の蜂は元気だなって。設定方だから。黄色も家の一方。こういうね、さまざまなストーリーが紡ぎ出されるグリーンフィンガー。なんで最後だけよくまとめようとしてるの。いやでもこれ結構面白いな。面白いね。面白い。ストーリー運用だった。結構戦略性やべえな。ある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 。庭のことならお任せください。グリーンフィンガーでした。ブダックチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録はこちら。そしておすすめ動画が両脇に出てるので、よかったらチェックしてください。グッドボタンの評価もお忘れなく。それではここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。